列車特番よはい、どうも、澤尾でございます。はい、列車運営のゴリさんです。はい、今回列車公式 YouTube2 回目の放送になります。まあ、前回の放送はですね、ゴリさんが出てくれた、はい、みたいなすごい反響がありました。いや、本当良かったですね。喜んでいただいて、はい、出た回がありました。そうですね。はい、ということで、まあ、はい、金沢さんに引き続き登場していただいてるんですけど、あの、前回、そのユーザーさんから、はい、あの人は誰だみたいな、そんなこともあったんで、私は誰なんだ状態ですね。そうそうそう、はい、あの、知ってる人は多分もうずっと知ってるとは思うんですけど、はい、そうですね。まあ、知らない人向けにちょっと簡単にご紹介だけ、はい、お願いいたします。私どもね、もう一人本当はいるんですけれども、ゲーム攻略サイトアルテマの方でですね、ゲーム情報の発信系の YouTube をやっております。カネと、まあ、僕がサオになります。はい、今日カネさんはお休みなんですよね。不在ですね。インフルかもしれないですね、はい。では明日3月14日のアップデート情報をお届けしていきたいと思います。はい、それではですね、まずは3月14日のメンテナンス後よりナラティブダンジョンが開催されます。で、こちらお知らせにもあったんですが、はい、ナラティブダンジョン大幅リニューアルされるということなのですね。はい、そうなんですよ。はい、今回の、ナラティブダンジョンの、はい、ザ・リベレーション、ザ・リベレーションから新しく、はい、スタミナ製に変わって、スタミナ製。はい、ではですね、実際にリニューアルされた内容をもう画面で見ていきましょう。はい、で、こちらテスト端末で撮っておりますので、実際の環境とは異なる可能性がございますので注意してください。はい、こちらダンジョンのリストなんですけど、まあ、いつも通り、ステージが1から8まであるんですけど、こちら全てスタミナ製に変更されました。そうなんですよ。で、はい、この変更の関係でいつもあったのリセット、リセット、これがもうなくなりましたので。おー、なるほど。はい、まあ、自分の遊びたい時にまで遊べなかったみたいなことがあったんですけども、うん、そうですね、リセットあったんで。そうなんですよ。まあ、これスタミナを消費するだけで遊べるようになったので、はい、まあ、これまでよりもぜひ遊びやすくなったかなと思います。なるほど。ということはこれずっと8回ったりすることも可能？可能ですね。もちろん1回クリアする必要はあるんですけども、はい、1回クリアしていただければ今まであったそのカードをこう3枚めくるっていうことも、あの、自動でやってくれますので、はい、あの、どんどん周回プレイははかどるかなと思います。これめちゃくちゃ周回しやすくなってますね。そうなんです。連続バトルもできますもんね。あ、そうです、そうです、その通りですね。じゃあ連続バトルの際のカードのめくりとかも、これも全部自動でやってくれる？そうです、そうです。もうオートプレイが基本のデスティニーチャイルド、すべてやってくれる。まあ、3倍速も追加されましたしね。そうです、そうです。で、あの、これまであった、はい、そのガネーシャ の、はい、シャそのレアボスのステージ、レアボスですね、これはもう残ってますので、はい、あの、そのガネーシャが登場するところを中心に、あの、周回してもらえれば、まあ、それが一番いいのかなと、な、はい、思ってます。でも8ガン回し安定みたいな感じになっちゃうんですかね。そうですね、はい。まあ、ぜひそこを目指してプレイしていただくのがいいかなと思います。はい、で、こちらもう一つ大きな変更点があって、今までナラティブダンジョンで、まあ、ポイントみたいな、まあ、イベントアイテムを集めると、うん、まあ、集めた数に応じてミッション報酬がなんか解放されていくと、まあ、ゲットできているって感じになっていたんですが、まあ、こちらですね、リニューアル後クリアすると手に入るイベント専用アイテム、こちらを使用してナラティブコレクションというね、新しい要素でアイテムが獲得可能になったんですね。はい、そうなんですよ。まあ、実際にはちょっと画面を見ながら、はいはい、確認していきましょうか。はい、こちらの画面です。で、これは先ほど言った通りナラティブダンジョンで獲得したイベントアイテムの方を使用してですね、こちら、まあ、ちょっと見覚えあるかなと思うんですけど、うん、まあ、ボックスガチャのような形でアイテムを獲得で、まあ、これちょうどリバースラビリンスの、まあ、なんかリバース錬成のようなものになってます。うんうん、はい、そうですね、そのような形ですね。はい、で、あの、 UI 的にはあの、ちょっと特徴的なのは、はい、このコンプリートしたら獲得できる報酬っていうのが、はい、そうですね、見えているので、まあ、これをそのまあ、ここに関してはそうですね、サイコロイベントみたいな感じでしょうかね。ゴール報酬のような形でどん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 その報酬を獲得していって、はい、まあ、ゴールというかコンプリートすれば何回目にこの報酬がもらえますよと。なるほど。まとまっております。まあ、じゃあリバース錬成とサイコロの、まあ、足し2で割ったみたいな。そうです、そうです、うん、ニュアンスになってるんで、はい、じゃあもう本当にとっつきやすいコンテンツになってますね。そうですね、ユーザーにとっては。今回は、はい、あの、まあ、ダナのモチーフとしたナラティブダンジョンですので、ちょっと出てますよね、ダナが。そうなんですよ。で、報酬ももちろんそれに合わせた内容となっておりまして、はい、あの、そのダナをモチーフとした装備品、うん、あの、武器、防具、装飾と3点あるのと、はい、あとはその非属性
のチケットが手に入ります、はい、あ、貴族船のチケット、はい、でもしかしたら運良く棚が手に入るかもみたいな、出た出た、はい、いつものもしかしたら、そうですね、はい、まあ、ここに関しては、まあ、運が良ければということで、はい、ぜひそうです、ね、はい、チャレンジしていただきたいと思ってます、はい、まあ、最近このイベントの装備の方も結構強いもの多いんで、ぜひ獲得していただけたらと思います、はい、はい、お願いします、はい、で今回のコンプリート報酬なんですけども、はい、まあ、先ほどサイコロのゴール報酬のようなって説明したんですが、こちらも同じように、はい、最後のゴール報酬はですね、ずっと繰り返し、あ、はいはいはい、同じものが手に入る形になってまして、今回の充電召喚チケットが手に入ります、はい、でちょっとゴリさん、これちょっと気になってたことがあって、はい、さっき話も出てきたんですけど、はい、これ普通のダナではないですよね。そうですね、出てるのが、コスチュームでもなく、はい、チャイルドとしての、はいはい、ダナになりますので、はい、で、まあ、色、はい、もう先ほどの報酬の話も出ましたけど、はい、ダナがなんと非属性で、そうですね、なんか、はい、もうモチーフが赤というかオレンジというかそんな感じになってます、ね、そうなんですよ、今回の、ダナをモチーフとしたナラティブダンジョンですので、ぜひそこのストーリーもぜひ注目かなと思ってます。ストーリーでダナが大活躍するかもしれません、はい、ということですね。そうですね、まあ、このダナがなぜ生まれてきたのかとか、はい、そうですよね、はい、いろいろありますからね。そうですね、はい、こちらの予言者ダナの方ですね、今回いつも通りスキルが見れるということなので、はい、少し紹介していくんですが、まあ、実装後に変わる可能性がいつも通りございます。ノーマルスキルではですね、味方2体の回復量の上昇とか、まあ、あとはスライドスキルではですね、バリアプラス3体の即時回復みたいな感じのものを持っておりまして、ドライブスキルではですね、3体の最も HP が少ない味方を優先して即時回復プラス持続回復と、まあ、非常にね、体力が回復しやすいというか、危機的状況から復帰しやすいし、そうですね、はい、体力の保持もで、うん、しやすいんですよね、うんうん、というところなんですけど、まあ、リーダーバフにちょっとね、不可解な文字があって、まあ、自身を除く味方全体に起死回生と、書いてあるんですけど、ちょっとこちらを伺いたいです。起死回生ですよ。起死回生、はい、もうここぞという時の、はい、復活ですね。復活術ですね、はい、これは、まあ、今までマ、はい、ートが復活してくれるっていう、もうユニーク的なスキルがありましたけども、はいはいはい、そうでした、ありましたね、はい、今回なんとリーダーバフにそれがついてまして、うん、なるほど、味方全体に起死回生が付与されて、はい、でその後、はい、死んだキャラクターが復活してくれると、はいはい、そういった形になってます。すべてのチャイルドに対して付与されるんですけども、はい、一番最初に死んだチャイルドだけですね。最初に死んだチャイルドだけ、はい、なるほど、が1回だけ復活する、はい、復活、もう1回死んでからポンって復活して、そうですそうです、 HP もちょこっと回復してるみたい たいな、なるほど、そう、どっかで聞いたことのあるような魔法ですけども、はい、そうですね、はい、そうですね、どっかで聞いたことありますね。まあ、誰が死ぬかわからないよりは、はい、まあ、誰かが死んだらすぐ復活してくれるという、そういう安心感があるスキルかなと思います。そこがまあリーダーバフの利点かなと思います、うん、タイミング合わせる必要はないというか、ナラティブダンジョンのブーストチャイルドとしても活躍しますので、はいはい、ぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います、はい、実は新しいチャプター2の3が公開されます、はいはいはい、それに合わせてバベルも、はい、でしょうねっていうね、はい、あれ本当にいつ出てくるんだみたいな、そうなんですよ、女性ファンお待ちかねの男性キャラでございますね、はい、もうなんかすごい久しぶりすぎて、はい、久しぶりですね、はい、すごい言われてましたよ、ね、男まだあって、はい、その通りです、はいはい、こちらのバベルの方もですね、スキル、少しだけ見ていきましょう、ノーマルスキルがですね、攻撃力が最も高い敵を優先してダメージを与えつつ、まあ、確率でバフ効果の解除で、続きましてスライドスキルがですね、回復型の敵を優先して2体にダメージを与え、12秒間スキルゲージチャージ量の減少と敵のドライブゲージの減少、そして最後にドライブですね、こちらランダムで敵3体にダメージを与え、バフ効果を1つ解除し、確率で5秒間沈黙ですね、うん、皆様が大好きであったり大嫌いな沈黙でございます。今いるチャイルドの中だと一番近いのはランフェイですかね。そうですね、ランフェイに加えて、まあ、なんかちょっとオルガ感も入っているかなって、うん、非常になんか小回りが効きやすいキャラかなっていうところですね。そうですね、バッカ以上もよろしいですし、まあ、一つ一つこれターゲットが変わってるっていうのも結構ミソかなって、確かに僕自身的には思ってます。ちょっとクロート好みな感じもしますね。はい、そうですね。なんで、デビルランブルとかで、使えるといったイメージで大丈夫ですかね。はい、そうですね。はい、
バベルガーの活躍する、はい、チャプター2の3も公開されますので、はい、ぜひそちらもチェックしてください。はい、はい、こちらですね、チャプター2をプレイするためにはチャプター1の8章、クリアしておく必要があるので、まあ、プレイしていない方は、まあ、この機会に進めてみてください。はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、回復型のダナがですね非常に気になるというか、うん、まあ、起死回生がね、そうですね、光ってますね。はい、ぜひ使ってみてください。はい、まあ、ちょっとブーストジャイルドなんでね、まあ、どちらにしろちょっと一緒に回りたいかなって思っております、うん、はい、まあ、そんなダナと、はい、あとバベル、アップデートは明日、はい、あの3月14日からになりますので、はい、ぜひ楽しみに待っててください。はい、それでは今回の特番は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。